あれなんか、今日何らかの日だったな。何の日だっけ？あ、思い出した。お前の誕生日でおめでとう。じゃあ、誕生日プレゼントとして、お前とお前の嫁たちとの恋愛事情を描いたオリジナル夢小説を贈呈します。あえてのアナログで おめでとう。歌います。Happy birthday to you!Happy birthday to you!何？いや、歌うまくないわ。歌うまくないわ。いや、アニソンには影響を受けてるよ。いや、だってそのアニメが好きで、アニソンに対して尊敬の意を抱いていたら、こういう歌い方になるのは当然だと思う。うん、ちょっと説教すっか。お前はなんかカラオケ行った時にアニソン歌うけど、なんかアニソンの歌い方しないやん。恥ずかしがって。で、それがなんかあかんと思うのよ。うん。なんか、その歌い方込みで、そのアニメを表現していて、そのアニメの世界観を表現しているから、それはね、そういう歌い方しないとダメ。え、アニソンの歌い方わかんない？うん、じゃあ教えて信ぜよう。いや、そんな偉そうなもんではないが、なんかこういう歌い方がアニソンの基礎かなみたいなのがあって、ソライロデイズ。うん、なんかソライロデイズはショコタンが歌っているけれども、なんかああいう歌い方って、なんかそのアニソンっていう感じがすると思うんよ。なんか水木奈々さんとか、ちょっと強い系のアニソン歌手の方が、なんかああいう感じの歌い方をして、ごめんね、なんか偉そう。じゃあちょ、一回歌います。君は聞こえる。僕のこの声が走り出した。思いが今でもこの胸を確かに叩いてるちょ、うるか。さい。すいません。ごめんもうなサッさい。カー部会議してるから。教室はお前たちだけのもんじゃないんだからさ、静かにして。うっさ。お前らがどっか行けばいいやん。いや、歌う歌う。え、なんでビクビクしてんの？だって、教室はみんなのもんやから、ビクビクする必要がない、うちらが。じゃあ、歌い方講習、アニソンの歌い方講習を続けます。いや、なんか嬉しい、この話できて。なんか最近のアニソンって、やっぱ歌手さんとか、なんかそういうバンドさんとか、なんかそういうアニメじゃなくても聴ける曲みたいなのが多くて、それはそれで素晴らしいんだけど、なんかうち的にはそのアニソンみたいな、そういう歌い方が好きだから、そう、この熱を語らせて一回。可愛い系のアニソン。可愛い系のアニソンって歌うのむずくって、なんかさっき歌ったみたいな、感じと似てるんだけど、なんか細かいビブラートと、こう強い感じは残しつつ、そこに可愛さも上乗せして、ちょっと一回歌います。田村ゆかりさんとかが、まあそういう感じかなって言うんだけど。恋は焦らず、急いじゃダメなの。神様教えてよ。回そうと夢中でも。みたいな。わかる？この、いや、田村ゆかりさんも水樹奈々さんもしょこたんもそれぞれの良さがあって、なんかそれを一緒くたにするのは失礼だと思うが、なんかやっぱこう共通する歌い方のなんかアニソンみたいな感じのは、感じられたと思うよ。今感じたと思う。なんかそれを基礎として、うちはカラオケ歌う時に歌っとる。まあ可愛い系アニソンっつってもいろいろあると思うんだけど、なんかもっとふわふわ系の歌い方、それこそふわふわタイム、軽音のふわふわタイムとかめちゃくちゃ難しくて、でもそれを歌う時はふわふわ歌わないとあかんから、それがアニオタの愛だと思うから。君を見てるといつもハートドキドキ。ああ、神様お願い、二人だけのドリームタイムください。みたいな。このちゃんとキャラクターに寄せて歌うっていうのが大事で、キャラクターっていうと、なんか歌下手系のアニソンだったら、その歌い方しないとそれはそれでなんか世界観崩れるから、なんかうまく歌っても違うやん。歌下手系のアニソンをうまく歌うのは違うと思う。うちは。だ、恋のミクル伝説。ちょっと古いか。まあ、ちょっと古いかもしれんけど、涼宮ハルヒの憂鬱、履修済み。じゃあ、話早いんだけど、恋のミクル伝説ね。素直に好きと言えない君も勇気を。カモンレッツダンス、カモンレッツダンス、ベイビー。空の彼方、これ。へーが言えるようになってからが勝負。お前言えないやん。カラオケで歌ったら、これ歌ったとしたら、へー言えないやん。いや、こういうのを歌えないと、やっぱアニソンに対して失礼だから、セリフとかも言わないやん。いや、アニソンって、その、アニソン、歌の中にこう、セリフが入る系のやつあるけど、あれを恥ずかしがって歌わないやつって、って思う。
うち的に。なんかうちの姉貴って結構年いっているんだが、あの桜大戦のアニメの劇帝国歌劇団っていう曲のセリフを歌えるようになんないと、いにしえのオタクたちはオタクって認められなかったって姉貴が言ってた。まあそれはちょっとあの話として古すぎなんだけど、なんかあの、獣フレンズ、今思いついたのが獣フレンズなんだけど、あの、うーかーって言えないやつだ、友達になれ。うん。なんかそういう部分を大事にしてるオタクとはやっぱずっとあの絆深めていきたいと思うし、お前ともあの絆をずっと深めていきたいからやってくれる、ありがとう。てかマジ大石正義さん神よな、大石神よ。いやあのなんかあのサインは B、 最近だと推しの子のサインは B も大石さんじゃん。さ、そのキャモノフレーズもそうだけど、うん、あなたのアイドルサインは B、人がいようが今いが関係ない、歯が大きい小さいとか気にしない、ちゃんと見えてる君のサイリウム。これさ普通の曲だと思うやん。なんかアニオタじゃないやつと家族とかとカラオケ行くときにこういう曲歌うと、ただのアイドルソング、ただのアイドルソングと思われるから、なんか白い目で見られずに済む。うちアリプロジェクト好きやん。アリプロを家族の前で歌ったことあるんよ。勇者、いや勇者、勇者だと思う。でそれ歌うとなんかみんなあの焼き魚みたいな白い目で見てる感があって、アリプロは素晴らしいけど、アリプロの曲を初めて聞いた人ってびっくりするやん。それが大石さんの曲を歌うとないっていうのがすごくて、いやアリプロは最高。生きるは毒配給の苦しみを飲み干す術を誰が授けよう、太陽に住むという賢者の足羽ばたきだけがこだまする。これびっくりするやん。急に家族のカラオケ大会でこれ歌ったらびっくりするやん。そう、そういうことを言いたかった。で、なんか一番悩むの思い出した。一番悩むの思い出したんだが、あの歌い方で悩むのはあのラブライブ、何人かで歌ってるアニソンってめちゃくちゃむずくて、なんかその声優さんに合わせて、そのパートの声優さんに合わせて歌うのもありだと思うんだが、なんかそれってなんかうちが歌う意味なくないみたいな。カラオケで歌うときはなんか自分の曲にしたい、アニソンを自分の曲にしたくて、いや真似はしたくないから、モノマネ大会ではないと思うのね、アニソン歌うのって。だからあの全部の声を総合した歌い方をしてる。うん、ラブライブとかいろんな声優さんが歌ってるアニソンは届けて切なさには、全部を総合してる。これ声優さんの歌声を全部総合して歌うから、名前をつけようかスノーハレーション、これ全部総合した声、これはあの全声優さんを総合した歌い方、これができるようになったらもう本当に一人前のアニソンシンガーと言っても過言じゃない。アニソンシンガーじゃねえよ、誰がアニソンシンガーだ。まだ違うわ、まだってなんだよ、そういう未来を見据えてんのかよ。まあ、とりあえずこれぐらい覚えて。マジでうるさいって、ね、ほんとサッカー部大事な会議してるからね。え、歌い方変だし出てきます。ちょ悪いけど、はい、マジで出てって。はい、出てきます、うん、ごめん、出てって。音楽室で歌おう、音楽室で練習しよう。